スコット・ローチは、イングランド・ノッティンガム出身のプロサッカー選手。チェスター・フィールド FC 所属。ポジションは GK。イップスウィッチ・タウニ FC の下部組織でプレーを始めたが、2000年に退団。サウスウェル・ユナイテッドを経て、2004年夏に、リーグ2のリンカーン・シティ FC と契約を締結した。2006年6月、プレミアリーグのワトフォード FC に完全一席。最初の2シーズンは、 出場機会がなかったが、3シーズン目からレギュラーに定着した。2012年7月19日、チャンピオンシップのイップスウィッチタウン FC に完全一席。2014年6月5日、同じくチャンピオンシップのロザラムユナイテッド FC に完全一席。2015年7月15日、リーグ2のノッツカウンティ FC に移籍。 2017年6月9日、ナショナルリーグのハートリプールユナイテッド FC に加入。2019年6月14日、同じくナショナルリーグのバーネット FC に加入。2009年5月、6月からスウェーデンで開催される UEFAU-21 欧州選手権に参加する代表メンバーに選出された。同大会では、ジョーハートがファーストチョイスで起用されたため、 決勝のドイツ戦一試合に出場したのみに終わった。2010年8月10日、ハンガリー代表とのフレンドリーマッチを前に、フル代表に初めて招集された。1ヶ月後、UEFA ユーロ2 0 1 2予選のブルガリア戦、スイス戦で再び招集されたが、結局フル代表の試合には出場していない。ありがとうございます。